皆さんこんにちは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよう、こんにちは、西野美風です。いかがお過ごしでしょうか。今日のテーマはですね、優しい人が太ってしまう理由についてです。いつも自分よりも他人を優先している優しい人がいつの間にか体がね、太って体重が増えてしまう、そんなことがあるんじゃないかと思っています。そんな疑問を心理学的に今日は解説していきたいと思います。この動画を通じて、どうかご自身のことをもっともっと理解して、そして少しでも自分を大切にするきっかけにしていただければと思います。さあ、まず優しい人が太ってしまう背景にはこれがありますよ。ストレスですね。特に自分よりも人を優先してしまう人に多いのが、自分の体や心の状態に気がつきにくいということがあります。つまり自分の体とか心の状態に無意識に抑圧をかけてしまうということです。気がつかないふりをする、いわばセルフネグレクト状態ですね。自分のことはさておいてという感じです。なんだか本当に一生懸命生きている人がそんな風に自分を大事にできないとしたら、とってもなんというか切ないなという気がします。という私も私でかなりね、自分を大事にしないできた、一人であります。結局は自分よりも他人を優先しすぎることで、自分の心や体の状態を無視して、あるいは見落としたりしてしまう状態のことですね。家族とか友人とかね、職場の人たちに気を使いすぎてしまって、自分自身の心のニーズとか感情に気がつくことが難しくなっている。そこに適応することで精一杯頑張っちゃう、自分のことは後回しという感じですね。これ私よくね、犠牲者とかね、そんな形で表現していますけども、共依存になったりすると、自分のことよりね、相手のことに一生懸命にならなきゃいけなくなっちゃう、そういった状況からなかなか抜け出せないこともあるからね、本当に苦しいんですけど、どうか自分を大事にしてほしいなと思っています。結局このセルフネグレクト状態にあると、自分のストレスとか疲労が溜まっているってことに気がつかずに過ごしてしまうということです。心の中では本当は休みたいな、少しゆっくりしたいなという声が実際にはあっても、それを無視して人に尽くすことで心も体も疲れ果ててしまうということですね。対人援助職の人には多いんじゃないかと思います。とっても優しい人、でもすごく太ってるとか、すごくむくんでいる、外見も優しそうに見えるんだけど、そういう人はね、でも体を蝕んでいくものも多いですよね。この疲労感とかストレスを無意識のうちに解消しようとするのが食べることに向かうということです。じゃあなんで食べることがストレス解消になるんでしょうか。これはね、脳の仕組みによるものです。私もお仕事のある日にとっても甘いものが欲しくなるんです。そしてね、取らないともう頭が回らないという感じで、脳疲労ですね。とにかく脳が糖分を欲してしょうがない、私はそんなイメージを持っています。食べること、特にね、甘いものとか脂っこい食べ物というのは、脳内で快楽物質であるドーパミンを分泌させてくれるんですね。よく聞く名前ですね。ドーパミンは一時的に気分を良くしてくれて、ストレスを和らげてくれるんです。だから私たちはその感覚を求めてしまう。スマホを見るのもドーパミンが出ますね。とにかく依存ということが関係するところにドーパミンは深く関係しています。で、特に三大欲求、寝ること、食べること、性欲、この部分においては本能の部分ですから、本当にストレスを発散するのにね、割と短い時間でそれを達成できる
快楽物質に変えられるということがあります。こんな風にね、人のために尽くしていて自分の、ことを大事にするということが難しいセルフネグレクト状態にある人にとってはね、この一時的な快楽っていうのがとっても大きな救いになるんです。だからこれがないと心が壊れちゃうとすれば、まああっていいんだけど、だけど、そうやってる自分に気がつかないでいると心も体もねボロボロになっていってしまうと思います。このようにですね、他人を優先しすぎると自分のストレス解消の手段として食べることに過剰になってしまうということですね。忙しい仕事とか家の家事を終えた後にね、なんか夜遅くなって一人になった時に何か食べたいなっていうふうにね思ったりして止まらなくなることありますよね。それは、あなたの心とか体がもはやなんていうのか飢餓状態にあって、食べることでそのバランスを取ろうとしているサインなのかもしれないんです。例えばね、友達との集まりとか、他の人に気を使いすぎて自分の食欲とかね疲労感に気がつけないことっていうのはありますよね。で、結果家に帰って一人でこう自分を出せる状態になった時に過剰に食べてしまう、そんなことがあります。これがね繰り返されちゃうということが問題なんですよね。結局それで快楽を得られるということを脳が覚えるので、一人になった時に思う存分食べたくなっちゃう、もう止められなくなっちゃう、そんな感じです。そうすると脂肪もついて、体重も増えてくるし、内臓にもね良くないということが起きてきます。このセルフネグレクト状態から抜け出すためには、まずは自分の体や心の状態にもう少し気がついてあげることが重要です。私疲れてないかなとか、私なんかもね甘い缶コーヒーをぐっと飲んじゃうこと結構あるんです。そういった時にね、もう脳が求めて止まらないという感じがします。だから自販機の前でお金を入れ始めた時に、また私疲れてるなっていうことをね感じたりするんだけど、まあもうそこまで行っちゃってから気づいてるんですけど、できればその前にね解消できるといいのかなと思っています。自分が疲れているなと感じたら、その感覚を無視しないで自分を大切にする時間をぜひ設けてください、ね、大好きな活動、大好きな音楽、そうだな、深呼吸、そんな感じでもいいですね。ストレス解消法取り入れていってくださいね。で、人のねニーズに応えつつも自分自身のニーズも大事にすることです。限界を感じた時には人に頼ったり、あと自分の気持ちをね正直に伝えるということもね訓練していけるといいですね。こういうことができるようになると食べること以外の方法でストレスを解消しやすくなってくるということです。いかがだったでしょうか。優しい人が太ってしまう理由、その背景にあるセルフネグレクト状態についてお話をしました。自分を大切にして健康的なストレス解消法を見つけられるといいなと思います。それが心身のバランスを保つ鍵。あなたは何をしている時にホッとするのかな、何をやってたら夢中になって嫌なことが忘れられるのかな。それはね、あなたの中にあるから、どうか自分の心に耳を傾けてほしいです。この動画がその一歩を踏み出すきっかけになれば本当に嬉しいです。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。いつも本当にありがとう。またね。みぶでした。みの心がポジティブになる3グッドシングスのワークブック出ました。今ここでは2種類のデザインがあるけど、今ね4種類のデザインがあるよ。毎日つける3グッドシングスと、あと塗り絵とジャーナリングとかね、いろんなものが入っているんだ。それで、1冊で3ヶ月使えるワークブックとなっています。よかったらチェックしてみてね。